曜日ということで、前からやってみたかったマンガ肉を作っていきたいと思います。今日はこれを使います。近くのスーパーでいつもこの1キロで890円っていうのが、豚こまとかそういうのも売ってるんですけど、よく買います。お肉とネギが主な材料です。ネギは今回白い部分だけ使います。どこになるかというと骨の部分になるので、今回のマンガ肉は骨まで食べれるっていうのがいいところです。ここにお肉がつくことになります。ちょっとハンバーグを作るような感じで、ひき肉を下味つけたいと思います。塩コショウと、今日はうちはオーブンがないので、フライパンをちょっと使ってやっていきたいので、少し長い時間なんか蒸すような感じの焼き方をしたいと思います。どうも。で、こんなに食べれるかな。やばそう。まず火が通るか問題やな。こんな感じ。すごい。やば。やばい。はーちゃんがなんか言ってるね。このお肉にバラ肉をこうやって巻いてきます。そうするとよりお肉っぽくなるみたいなので、すごくない？すごいいい感じ。やばい、どうしたんだよ。出来上がり。出来上がってないけど、で、足りない。これでアルミホイルで包んで、約30分ほどこうお湯を、お水を入れたフライパンで蒸していきます。ほったらかしなので楽。30分経ちました。中はどうなってるかな。ちらっと、お、多分中まで火が通ってると思うので、あとは表面に焼き目をちょっとつけてきます。こんな感じで焼いてきます。どうなるかな。フライパンにすごく引きつきそうです。お肉がせっかくやったのに。ちょっとみりん入れると照りが出ると思うので、私はポン酢とお酒とみりんで味付け最後のやつします。おー、いい感じ。こっちがな、ひっくり返らんのさ。ういしょ、すごい。ういしょ、ういしょ、ういしょ。じゃーん。すごくない？すごいな。一回作ってみたかったんさ。あれや、ひょっこりひょうたん島みたいな。ひょっこりひょうたん島で肉出てきた。形。あー、形か。なんかよく載ってるのは、あの、なんだったっけ、人間ギャートルズ、ギャートルビ、ギャートルズ、ギャートルズのやつに出てくる肉みたいとか。あー、こうやって食うやつ。そうそう、ワンピースの肉みたい。あ、今映ってなかったの。ワンピースが分かりやすいかもしれんな。ワンピースの肉みたいとか。これネギちゃん。バレた。だからね、ネギだからね、あ、しなしなになったって思う。パッと見はあの骨付きのあれやな、肉っぽいよね。肉っぽいな。ああ、なるほどね、うん、あれか、あのアスパラベーコン巻きの大きいバージョンみたいな感じ。ああ、まあそんな感じやな。いくよ。うん。おお、かぶりつきチキンや。うまっ、うまっ。いい意味で、うん、ビッグマックとか、うん、あのパテに似とるな。あ、そうなんだ。
美味しい。ありがとう。 100% 100% 100点ってこと？なんかちょっと 100% ってもう 100% 肉やけど。なんか違ったね。いただきます。はい、どうぞ。うん、どう？ 100% ビーフ。でもめっちゃ美味しい。美味しいよな、ね、これちょっとマック感ないあるな。あるやろ。のちょっと食感っていうか、うん、肉の。うん、はい、成功。ありがとうございます。男の夢じゃない、ガブッとね、うん、これな、これ初めてやるわ、このガブッとやる。てかネギなくなった。ネギ先に食っとかんと無理。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おめでとう。ありがとうございます。お腹いっぱい。お腹いっぱいの誕生日どうですか？満足満足。ありがとうございます。ありがとうございました。